ダラスで飛び降りを逡巡する女と説得する警察官。飛び降りの結行には非常な恐怖が伴い、しばしばこのような逡巡が起こる。飛び降りは人間がとる行動の一つ。抗議には高いところから低いところへ飛び移る行動全般を指すが、その中でも高所から落下することを利用した自殺の方法のことに限定して飛び降りと呼ぶ場合が多い。本校ではこの 飛び降り自殺に関連する事項について述べる。ビルやマンションといった高層建築物からの飛び降りが代表的な方法であり、他にも橋や歩道橋の上から断崖から果ては飛んでいる飛行機からまでといった高いところ全般が対象となる。特に道具などの準備は必要とされず、十分な高さを取れば失敗する確率も割合低いということもあり、 自殺の代表的な方法の一つとして用いられる。飛び降りる高さが高いほど地面への激突する速度が速くなり、落下中にバランスを崩し回転しながら激突するなど、致死率は確実に高くなる。例えば、10メートルの高さから落ちると着地時の速度は50キロほどである。このような高速で、舗装道路に激突すれば、かなりの衝撃を受け死ぬ。 もしくは重傷を負うことになる。また、より高速で激突すれば、死体を地面から剥がすようにして回収しなければならない場合もあるという。下に植え込みや雪が積もっていた場合などは、衝撃が幾分和らげられて生還する可能性も高まる。ただし生還した場合でも、全身打撲による骨折、内臓破裂、脳挫傷などを負っていることが多く、 重症でも緊急手術で救助される場合もあるが、重度の障害を負う場合が多い。基本的にジェットコースターに匹敵する浮遊感を感じる。落下点が地面の場合45メートル以上、水面の場合75メートル以上からの落下であれば、生還例がほぼないため、確実に死に至るとされる。しかし、ごく稀に地上45メートル以上の地点から飛び降りて、 助かった例としては、2007年にアメリカ合衆国のニューヨークにて、窓の清掃員がビルの47階から落下したにもかかわらず、助かった例や、また2010年8月31日に、ニューヨークの39階建てアパートの屋上から22歳の男性が飛び降りたが、両足骨折で助かったという例がある。落下の恐怖心が何らかの理由で麻痺した状態では、 飛び降りるという行為と死の結果が結びつけられなくなっていることもあるという。また、日本における10代の自殺の方法のうち、首吊りに次いで頻度の高い方法となっている。厚生労働省のデータによれば、自殺者が選ぶ自殺の手段における飛び降り自殺の割合は、男性で全体の7.1%で第3位、女性で全体の12.8%で第2位となっている。 また、地域別の自殺手段における、飛び降り自殺の割合を見ると、高い建造物の多い都市部で、圧倒的に高い。ビルや、マンションなどの飛び降り自殺の場合、下に偶然歩いている歩行者などに直撃した例があり、最悪の場合には、死ぬつもりで飛び降りた人が生き残り、直撃を受けた、全く無関係の人が亡くなるといった非常に、不条理な事例もある。 一部にはわざと巻き込んだ、または巻き込みの可能性が高いことを認識していたのではないかと推測される場合もあり、複雑な心境が伺える。また、説得に向かった警官が転落死する事故も起きている。ビルの管理者が屋上への出入り口の施錠を徹底管理し、監視カメラ、赤外線センサーなどを利用することで屋上への侵入者を完全にシャットアウトすることで巻き込まれ、 事故を防止することは可能である。また建物の開花に転落衝撃吸収の網を張ることで第三者が事故に巻き込まれる可能性を軽減することが可能である。飛び降り自殺の現場は発生から処理されるまでの時間、不特定多数の人々に目撃、発見されることになるが、目撃、発見者は大きなショックを受けるため、PTSD や強迫性障害などの様々な 重篤な精神障害を発症する場合が多い。全段落の身体的な巻き込まれ事故に対して、これは精神的な巻き込まれ事故である。目撃者だけではなく、自殺当事者に関わったことのある人々も、その事実を伝え聞いた時非常に大きなショックを受け、トラウマや在籍感、大きなショックなど様々な心理的苦痛に圧倒され、PTSD、うつ病、不安障害、 死燃料などの深刻な精神障害、疾患を患う場合が多い。これは二次的な巻き込まれ事故である。巻き込まれ事故の例過去において再三巻き込まれ事故は起きている。以下では巻き添えで双方が死亡した例を列挙する。清水の舞台京都府京都市東山区清水の清水寺にまつわる有名な慣用区であるが、その由来は江戸時代に庶民に広まった。 民間信仰にある。これは、同時に祀られる観音様に、自らの命を預けて、清水の舞台から飛び降り、もし助かれば、願い事が叶い、またたとえ死んだとしても成仏師観音様のもとへ行ける、というもの。清水寺が独自に行った調査では、清水寺達中の上住院が記録した文書、上住院日記の中に、1694年から、 幕末の1864年までの間に取られた148年分の記録中、未遂も含め234件の飛び降りの記録が残っているという。これには、件数だけでなく生死の状況など詳細な統計も残っており、そこから生存率を計算したところ85.4%というかなり高い数字で、10から20代に限れば90%を超え、 年齢とともに低下していく。下は12歳から上は80歳代まで老若男女が飛び降りを図っており、彼らは東北地方から四国までの全国から飛び降りにやってきていたようである。相次ぐ飛び降りを近隣住民は心よく思うはずもなく対策を動員に嘆願していたという記録も残っており、1872年に政府による飛び降り禁止令によって、 ようやく収束している。現代においては、1995年2月に、阪神・淡路大震災で被災した80歳代の男性が、2006年5月15日には、30から40歳代と見られる男性がそれぞれ、清水の舞台から飛び降り、いずれも死亡している。2009年9月30日には、18歳の男子大学生が自殺を図って飛び降りたものの、 一命を取り留めた。高層建造物等における火災の際に、建物の中にいた人が公開から飛び降りるという現象が見られる。この場合の飛び降りは死を望んでの自殺行動ではなく、炎や煙、内装の倒壊などで逃げ場を失ったことに伴って、死にたくない一心から最終手段として取った行動と考えられ、非常時の行動心理としては十分に理解し得るものである。 このような行動を取らされる要因としては火災の熱によって建物周辺の大気が熱せられたことや煙による呼吸困難の苦しさから逃げようとした人が極度の緊張状態において窓から下を覗いた時に地面が実際よりも比較的近くに見え飛び降りても大丈夫かもしれないと錯覚してしまうことが考えられている。これは緊張から来る視覚の修練効果により 地面や他の建物の屋上などが実際より近く感じられる錯覚によるものであり、これにわずかな望みにでもすがりたいという希望的観測が加わり、思い切って飛び降りを選択してしまうものと思われる。日本の戦後史上最悪の建造物火災として知られる1972年5月13日に大阪府大阪市南区千日前で起きた千日デパート火災では、 犠牲者118名中、飛び降りによる死者が22名。また1982年2月8日に東京都千代田区で起きたホテルニュージャパン火災の際には、犠牲者33名中、飛び降りによる死者が13名と実に3分の1以上に上っている。2001年9月11日のアメリカ同時多発テロの際は、 飛行機の突入による世界貿易センタービルの火災で燃焼部分より上にいた人の中に飛び降りを行った人が200人ほどいた。消防士や救急隊員、避難者の一部のうち落ちてきた人に直撃されて命を落とした者もいた。動物が取る異常行動の一つとして飛び降りをすることがあり世界中で報告されている。近いところでは2005年7月に トルコのとある地区で放牧をしていた羊1500頭余りが、次々と崖から身を投げ450頭以上が死ぬ、という事件が発生している。この異常な行動に対しては、諸説あり未だ解明に至っていないが、自殺ではなく、単なる集団移動の結果に生じる、集団事故死とする見方が有力である。鉄道のプラットームから線路上に飛び降りる行為が、自殺目的で行われ、 飛び降りとされることがある。しかし、ホーム上から路盤への落差は、通常低く、むしろ列車への飛び込みとも呼べるものであろう。また、運行中の船舶から飛び降りる例もあり、スクリューに巻き込まれて即死することがある。これらのほか古線橋や駅舎から、さらには高速道路等の古動橋から、逆に高架橋や橋梁から飛び降りる例もある。高速道路や線路への飛び降りは、 道楽差の通常の建物から飛び降りるよりも危険性が高く、また関係する交通機関への損害や悪影響も大きい。自殺目的以外では、無賃乗車や隣接ホームへの移動を目的に、ホームから線路上へ飛び降り、列車に引かれた事故例もある。また、走行中の鉄道車両やバスからの飛び降りは、自殺目的の例もしばしばあるが、駅、停留所以外からの降車や、 完全に停車する前に早く降車するなどの目的で行われる場合が多く見られた。列車暴走事故を避けようとして飛び降りる例もあるが、高速走行中の列車からの飛び降りは脱出に失敗し死亡した事故例が多々あるように非常に危険であり困難な決断を迫られる。かつて日本の鉄道では客用扉が走行中にも開閉可能な旧型客車や オープンデッキの古典路面電車などで走行中列車での飛び乗りや飛び降りが横行していた。転落事故もあり、著名人では宮城道夫が列車から転落死している。国鉄及び JR グループでは国鉄20軽客車にて全ての客用扉が走行中施錠されるようになり、12軽客車で客車として初めて自動扉が装備された。 1990年には和田岬崎線の軌道車化により定期旅客列車から旧型客車が全廃された。イベント等で走行する旧型客車にも保安要員の天井が義務付けられており、飛び降りなどの危険行為は制止される。しかし現在でも新興国、特に高温多湿な諸国では、非冷棒のバスや鉄道車両の客用扉を開放して走行する例が見られ、 しばしば扉から乗客がはみ出した危険な状態で運行される。先進国の例として従来ロンドン等で路線バスとして使用されていたルートマスターは出入り口がオープンデッキであり、現在は胴体保存目的の運行を除き引退している。サンフランシスコケーブルカーにもオープンデッキの古典車両が珍しくない。またスキー場等では 作動からの飛び降りも参見され、特に旧型のチェアリフトでは容易に半期からの飛び降りが可能である。しかし作動は未整備の箇所やコース外をしばしば通過し、場所により落差も大きく、コース外での滑落、遭難、雪崩の誘発、固い凍結した圧雪面への落下や工作物との衝突など、管理者、後遺者の予期せぬ事故により死亡あるいは重傷を負う。 ことが考えられ、支柱等には飛び降り禁止の警告が表示されている。また、人が半旗から落下すると、他の半旗も反動で大きく揺れ、場合によってはワイヤーが支柱から脱作する場合があり、他の乗客にとっても大変危険である。9階から転落したにもかかわらず致命傷に至らなかった久保塚洋介の例もある。39階から飛び降り、奇跡。 両足骨折で助かった。読売新聞。http www. 読売。cojp.world.news.2010902 と 1t00345。htm2010 年9月2日閲覧。厚生労働省統計手段別に見た自殺。過激な抗議行動。説得の警官が殉職。香港ポスト。 http コロンスラッシュスラッシュ www.hkpost.com hk インデックスに php id イコール1689ワタック 8fk ナ流リュー2016年11月19日閲覧笠サイチアキ2009自殺予防学新調選書高橋義友2014自殺の危険臨床的評価と 危機介入に131ページ混合を出版、自殺女性を書類送検へ、男性巻添え死で重化し土使用疑朝日新聞、2008年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ、2008年2月20日閲覧。梅田の商業施設から男性転落し、通行人の女性に衝突か。朝日新聞デジタル、https、www. 朝日 .com。 sp, articles, asmble6sm6 ブ,ブラプテル 038html2020 年10月24日、閲覧。転落巻き添えの女子大生死亡。共同通信。https コロンスラッシュスラ dis.kiji.is 6926437649930988492020年10月24日、閲覧。 飛び降りの男子構成を書類送検。共同通信、はい。https コロンスラッシュスラ dis.kiji.is <üss> <ッ>ス 721990527069175808C <ッ><ッ>イコール 3K9546 兆7418億3946万24012021年1月14日閲覧。 飛び降り鉄道四五時点スキー場の安全基準として定められている。全国スキー安全対策協議会公式サイト参照。2018年2月12日閲覧。ありがとうございます。